俺の区間は AWM。はい、どうも、スコですえ。今回はですね、まあ、エヴァンゲリオンコラボが向こうの方で判明しましたんで、まとめていきます。それではやっていく。 はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まず1枚目、こんな感じで画像の方出されまして、一応向こうの方ですね、7月18日の方からエヴァンゲリオンコラボの方が始まるっていう風にですね、まあ決まったという風になってます。まあ日本に来るかどうか、そしてまあ来るとして日本がいつから始まるかっていうのはまだわからないわけなんですけれど、まあ18から始まるんで、ワンピースが17終了なんで、日付的に言うとちょうどいいんですよね。まあですので、それでまあ日本に来ないっていうのもまあ考えづらいのかなとは思いますので、まあ一応そんな感じになっているという風になってますね。で、スキンの方とかもですね、新しく出ている っていう風になってるんですよねえ。まずですね、車の方から見ていきましょう。車がえまず、まあ、初号機の方ですね、モチーフの車。あとはですね、まあ、綾波レイモチーフの、まあ、あのプラグスーツがモチーフの、まあ、機関 Z の方ですね。はい、の方と、あとはえこちらのま二、あ、号機モチーフの車ですね。これなんかさ、バギー感あるよね。うん。席が縦についてるんで、クーペは横につきますからね。縦につくんだったら普通に考えればバギーかなっていう、まあ、クーペでもおかしくないんですけれど、まあ、一応そんな感じの車がっているっていう風になってますね。あとはまあバイクの方ですね。前3体コラボでありましたバイクに、まあ 似ているような感じ。前出ていたオブジェと、まあ、形的には似てますけれど、名前が違うんで、えそういったまあ、車たちが来ているというふうになってますね。あとは、重機スキンの方ですね。重機が、まず、アウグの方ですね。アウグ結構これいいよね。だいぶいい感じの、はい。まあ、覚醒した時の初号機の、まあ、見た目っていうふうになっているのと、あとは、M27 ですね。まあ、アスカの新しい白い服の M27、アスカの服の方が来ているっていうふうになってます。そして、まあ、服の方もね、こんな感じで、初号機の、まあ、暴走した時、手がね、なくなってから自分で再生した時の、まあ、服スキの方も来たっていうふうになってますね。 一応、アスカの車の方に関しましては、まあ、こんな感じで出ているという風になってます。マックス改造って書いてますんで、拡張もできるみたいな感じの車両スキンと。あとは、ま、アスカのね、あの、ゲーミングプラグスーツね。はい。そちらの方も、まあ、ついにこうやってね、来たっていう。いや、このアスカのゲーミングプラグスーツ来たのさ、めちゃくちゃ熱いよね。で、あとは、イベント類とかも、まあ、判明したっていう風になってますね。え、まずこんな感じで、ま、あ復刻の方ですね。第一弾のスキンの方が復刻されますよっていう風に。まあこうやって出てますね。第一弾って言いながら、第一弾のじゃないスキンとかも結構ね、乗っていたりするんです けれどまあ、一応久保式の方とか、ねえー、書いてますんで、えー、久保式の復刻も、まあ、あるんかなっていうそこら辺は分かるっってていう風なな画像になってますね、はい、でこれね、この画像の下の方、ちょっと書かれてるんですが、エヴァコラボ道具第一弾うんちゃらかんちゃらって書いてるでしょ。まあ、これ日本語訳してきたんですけれど、まあ、日本語訳するとこんな感じ。初代エヴァのアイテムが最後の登場となり、今後再現されることはありませんっていう、まあ、そんな感じのことが書かれているんですよね。まあ、今回絶版になったスキンとかあると思うんですけれど、まあ、それは今回で終了ってことが、えー、これにて、まあ、判明したっていう。 風になってますんで、まあ、エヴァンゲリオンのクゴとか欲しい人っていうのは、まあ、早めにですね、まあ、頑張って入手した方がいいと思います。で、あと、まあ、こんな感じでですね。まあ、ミッションクリアすることによって、手に入るようなスキンの方も判明しているっていう風になってますね。まあ、いろんなスキンの方がもらえまして、まあ、右下の方を書いていることが、まあ、ミッションの方ですね。えー、参加することによって、金膜のスキンなども配布されますよっていう風になってます。まあ、こうやってね、アスカのクスキンの方とか、あとはね、綾波のあの農作業をしよう。る姿のやつとか、歌手ですね。相手の方とかですね。まリックの方とか、まあ、入手できるっていう風になってますんで、まあ、ミッションクリアで金膜。 ま、どれが金幕かどうかっていうのはわかんないですけれど。まあ、多分一番右は確実に金箔だとは思うんですが。まあ、そんな感じで、えー、コラボレーション、ミッションクリアでいろんなスキンも配布されるっていう風に覚えておくといいと思います。で、あとはこんな感じで集結イベントの方も来ているっていう風になってますね。まあ、こちらの集結イベントに関しましては、上の方で、まあ、友達と、ま、金枠のアイテムをシェアしようねっていう。はい。シェアし合うことによって、まあ、下の方で最大3つ、え、金幕の道具店に入りますよってなってますんで、まあ、友達2人と3人のチームを組んで、1人1個金枠を出せるみたいな。で、友達が出した金幕の方も自分ももらえます。 ますよみたいな感じかなっていう。多分ソーシャル、小躍行動の最近の集結系イベントを見ると、まあ、そうやって友達が出した金額の方も自分がもらうことができるっていう風になってますんで、いいやつ出したやつと、えー、チーム組めばオッケーっていう。ワンちゃんこれあれですよね。先にその開けておいて。 で、それでなんか、そっからですね、まあ、友達になってっていう風にできれば。いや、でもそれできないよう、ね、にするか、さすがに。チーム組んでから開けて、そっからチーム解除とか、組むってことはできないみたいな、ワンピース方式にしてきそうな感じはありますよね。だってさ、欲しいアイテム出したアカウントとフレンドになって、そっからまあね、自分のその本アカウントに欲しいアイテム持ってくるってことできちゃうんで、さすがにチーム組んでから、金枠のアイテム、全員同じやつ手に入るみたいな、まあ、そんな感じですかね。はい。まあ、一応シェアできるっていう、金枠のアイテムシェアできますよって書いてますんで、そこ覚えおくといいと思います。ワンちゃんガシャみたいな、今回のワン PS みたいな感じでまあ、選ぶ形でどれかっていう風になるかもしれないですけれど、ただまあ最大3個手に入るって書いてますので、最大3個手に入るんだったらねって感じですよね。はい、はいということで、今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなという風に思います。で、まずこちらですね。最近のコラボレーションの顔クオリティ高いし、顔の再現度を忠実にしてくれないかなとするんじゃないですか。最近なんか手から引っこ抜いてモデル作ってるみたいな感じの話をしよったと思いますし、やると思いますよ。まあ、そうなってくると昔の好きになんなやって話になってくると思うんで、昔のね。エヴァンゲリオンスキの中。でもこれはちょっとみたいなやつって。まあちょいちょい あったわけじゃないですか。まあ、そこら辺がね。まああれなんですけれど、ただまあ新しいものが良かったらそれでいいと思いますし、今回のそのアスカのイラストとか結構いい感じだと思うんで、割となんかイラストのままコアコードに実装されるって感じだと思いますから、まあ、結構いい感じで来ると思いますよ。で次ですね。ア青グ流行っているのかと。まあ青グ流行ってるんじゃないですか。<laughs> 知らないけれど、バトルパスのまスキンに大抵ね。そのシーズンの。まあ、コラボレーションとか限定のスキンってのは同じになるっていうまコアコードのねまあ、定番の流れっていう風になってます。けれどまあ、今回もこの例に漏れずですね。ま、青木の方はそういう風になっているってい。 具合っすよね。多分あれなんじゃないですか。大体その、いろんなその、プランナーとか、クリエイターが、多分いると思うんですよね。ネットウィース社内に。で、おのおので、まあ、青具のスキン作ってもらってから、案を出してもらって、で、会議とかで、まあ、このスキンはこのコラボで使おうとか、このスキンはこのガシャで使おうみたいな感じで決めていってから、そっからま、コラボレーション要素を、そのスキンに対して足していったりとか、まあ、色の方を変えて、まあ、コラボの方に寄せていくっていう、んな感じの使い方、割となんかしてそうな気はしますけれどね。まあ、そうやってすることによって、作業効率上がりますんで、わざわざその、毎回毎回デザイン考えるんで、良くなりますから、ある程度その、 デザインの中から、さらにですね、それを少しずつ変えて、コラボに移っていくみたいな。作業は、そうしたら、すごい効率的ですよね。やってそうな気はしますね。で、次、こちらで,ですね。綾波の槍と、農業綾波と。もう、そろそろ、エヴァのネタバレ、ちょっとして、いっしょ、まあ、農業綾波持ってくるんだったら、挑発の綾波も持ってきてほしいですよね。挑発の綾波ね、そっちがあると、すごいね。熱いと思うんですよ。だいぶ熱いよね。まあ、いろんな、そのキャラクターの姿っていうのが、まだ使われてないもの。いろいろあったりとかすると思いますし。そこら辺もね、全部、なんか、てくれると、すごい、なんかね。嬉しいかなっていう。まあ、全部来たら、イコールね。もう、それ。 コラボレーションししなないいっっててう感じのの流れの正面にもなってしまいますけれど、まあ一応そんな感じでね、あるといいですよね。はい。まあどんな作品もそうですけれど、終わってもある程度、イラストのネタってのは出てきますからね。アニメ雑誌で、そのなんて言いましょうか。実際のアニメのイラストレーターが書いている、そのアニメとほぼ同じで、なおかつ劇中には出てこない格好で、なんかそのイラストっていうのをピンマップみたいな形でまとめている、あるんですよ。その専門のアニメ雑誌があるんですけれど、そこに出たね、イラストとか、まあ使ってしまえばね、いくらでも、どのアニメでも人気もやったらネタあるんで、まあエヴァンゲリオ終わっても、 なんやかんや、持っていこれそうではありますよね。で次ですね。エヴァル関係なく、ね、申し訳ないですけれど、ワンピースコラボの300均券チャージの特典が受け取れなくて困っています。買うやつも買えませんと。いや、買えないよね、あれね。なんかね、謎の英文が書かれてあって、ね、英単語が書かれてあって、買えませんよね。まあ、消したんじゃないですか。まあ、中国の方で指摘入りましたからね。あの、見た目の部分で入ったんで、まあ、ちょっとなんか、急いで消したみたいな、そんな感じなんですかね。まあ、300均券チャージのね、イベントの方も、勝手にその受け取れなくなっているっていう、で説明ないのみたいな。だから、日本でそれする必要なくないみたいな感じで思いましたけれど、受け取れ ねえもんね、あれね。やってることやばいよね、普通に。何やってんのみたいな。途中で受け取れなくなってるのもやばいっすよね。なんか、ふざけてるっていうね。<laughs> むちゃくちゃでしょみたいな、今回のワンピースのコラボレーション。いや、中国の方のさ、コラボレーション日本でプレイできないようにするんだったら、まあ、日本のコラボレーションも中国でできないような設定にすればよかっただけの話であって、日本クライアントでのみ実装して、で、日本クライアントでは、まあ、その中国のアカウントはログインできないっていう形にすれば、まあ、結構壁は作れると思うんで、どっちも入手するってことは不可能になるわけじゃないですか。ね、そこら辺突破されるようななんか形やったら、それはそうなるよね。 っていう、あれですよね。まずはね、そういうお金回りのことなんで、さすがに、まあ、コアコード運営は説明の方をされた方がいいと思います。